はいどうも、こんにちは、こんばんは、リーダーです。はい、今日はね、週刊 MTG 注目カードランキングの2月4週目の紹介をしていこうと思います。はい、というわけで早速今週のトピックスですけども、今週のトピックスは新セットニューカペナの該当の情報が公開され始めましたね。はい、というわけでね、まあ、まだまだ神川が出たばかりという印象でしたけども、次セットの情報が早くも出てきましたね。で、今回のセットの特徴としては久しぶりの有効3色がテーマになっているようで、早くもね、基本土地タイプを持った3色土地であるトライオームランドの、有効色バージョンが登場するという発表がありましたね。いや、これはね、結構嬉しい方も多いんじゃないですかね。有効3色やっぱ人気のある色だったりはするので、そして同時にね、今後のスケジュールも公開されていて、プレビュー開始が4月7日プレリリースが4月22日、デジタルリリースが4月28日、テーブルトップリリースが4月29日ということで、気になるポイントとしては、デジタルでのリリースが以前よりも遅くなっていて、テーブルトップでの発売日の前日という変更が入ってるんですよね。で、これはね、もしかしたら以前のね、オムナスの時みたいに、その販売して即禁止みたいな、で、販売開始日までに環境が固まるようなことを避ける施策なのかなと思ったりはしてますね。まあ、最近はね、一時に比べたらだいぶね、改定に関しても落ち着いてきたような印象ですけども、まあ、もしかしたらね、このセットの中にとんでもないカードが封入されてるのではと、まあ、ワクワク半分、怖さ半分な心境ですね。はい、というわけで今週のトピックスは以上となりますので、注目カードランキングに参りましょう。はい、ではまず最初は第5位からですね。今週の第5位はこちらになります。はい、今週の第5位は連門の小道になります。こちら初登場のカードですけども、効果はね、言わずもがなかと思いますが、カルドハイムで登場した、青白の両面ランドですね。今ね、こちらの注目度がじわじわと上がってきておりまして、で、理由としては、スタンダード需要、そしてパイオニア需要が要因かと思われます。で、スタンダードでは現状ね、青白系のコントロールデッキの支配率が高く、青白、そしてジェスカイ、そしてエスパーなど、様々なね、デッキがありますが、これらのデッキの支配率の合計はなんと 28.8% ということで、スタンの 30% に近しいデッキに採用されてるんですよね。で、そしてパイオニアにおいても、スピリットだったりハサミ、青白コントロールと、支配率のね、高いデッキに採用されてることから、今こちらが小道シリーズで最も高い価格になってるんですよね。で、その結果、現在の価格を見ていただきますと、なんと最安値で1680円という状況になってますね。で、こちらに関しては、素直に売りでいいんじゃないかなというふうに思います。で、理由なんですけども、まずね、海外の価格を見ていただくと、現状海外の価格が 6.87 ドルということで、日本円にすると約800円弱なので、今日本と海外で2倍程度の価格差がついているような状況なんですよね。で、これはね、先週からお伝えしているように、海外と日本でのテーブルトップ需要の差が大きいんじゃないかなというふうには見てますね。まあ、とはいえ、約2倍の価格差っていうのはさすがに無視できない水準かなというふうには思いますし、で、こちらに関しては、長期的なね、観点で見たときには、確実に下落するカードと思っていて、で、その理由としては、こちらね、現在のレギュレーションの中では強力な土地ではありますが、絶対的なね、土地の評価としてはそこまで高い部類ではなく、今後ね、より強力な土地が出てきた場合に関しては、お株を奪われてしまう可能性が高いんですよね。まあ、なのでそうなってしまうと一気にね、需要は減って価格は下がっていく可能性が高いため、不要な方に関しては今がね、絶好の売り時だと思いますので、このタイミングを逃さないようにしておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。よって基準としては1000円以下であれば買い、1300円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第4位ですね。今週の第4位はこちらになります。はい、今週の第4位は秀次が全てを貪るになります。こちらは初登場のカードなので効果を紹介すると、3マナのエンチャント英雄タンで、第1章目が、マナ総量が1以下で土地でないパーマネントを全て破壊すると、で、第2章が全ての墓地を追放すると、で、第3章になると、このカードを追放し、これを変身させた状態であなたのコントロール下で場に出すよと。で、裏面の能力なんですけども、裏面は3/3のトランプルのクリーチャーになり、このカードがダメージを与えるたびにこれの上にプラス1カウンターを1個置くと、このターンにこれがそのプレイヤーに10点以上のダメージを与えた場合、そのプレイヤーはこのゲームに敗北するよと
いうことで、ネオ神川でね、登場した新ワレアで、まあ、個人的にもね、プレビューが公開された時には、めちゃめちゃ期待していたカードだったんですけども、僕がね、注目していた理由は、統率者戦において、一章の効果が1マナ以下のね、ファクトだったり、マナクリなどを一掃できるっていうのがかなり強いんじゃないかな、というふうに思ってたんですけども、まあ、生放送でね、検討していく中で、ラクドスカラーっていう色は、結構ね、自分もファクトに頼ることが多く、まあ、墓地利用することも多い色なので、まあ、1勝目も2勝目も、意外と自分にダメージがでかいのかなというところで少し評価は下げていたんですけども、今こちらの注目度がかなり上がってきてるんですよね。でその理由としては、なんと現在パイオニアモダンレガシーと非常に幅広いフォーマットのサイドボードで採用され始めてるんですよね。で具体的にはパイオニアではゴシーニウムゼット、そしてラクドスアグロ、まあ、モダンでは、タイタンバラクートやゴブリン、そしてジャンド、なんとレガシーではグリクシスコントロールにメインから4枚投入されているということで、まあね、しっかり考えれば、まあ、モダン以下の環境については、まあ、ウルザの物語のね、影響もあって1マナ以下のパーマネントはかなり増えてきてますし、まあ、それでなくてもね、月日が過ぎるごとに、まあ、パーマネントっていうのはどんどん軽くなっていく傾向にはありますので、まあ、下環境に行けば行くほど影響力はありますし、今後もね、影響力は上がってくるものかと思われます。であとはね、下環境に行けば行くほどこの墓地対策ができるっていうところもね、大きなメリットには変わっていきますので、合わせてそちらも注目度が上がってる理由になるのかなというふうに思います。まあ、ということで、そんなね、注目度が上がってるこちらの価格を見ていただくと、なんと現状最安値が300円ということで、まあ、いつも通りラグってるんでしょというふうにね、思われる方もいるかもしれないんですが、実はこちらラグってないんですよね。まあ、ということで、こちらはね、今かなり強く買いをお勧めいたしますね。で、理由なんですけども、まずね、海外の価格を見ていただくと、なんと現状海外の価格が 12.97 ドルということで、海外では今週に入り一気に価格が高騰したんですよね。まあ、こちらに関してはカジュアル ED 需要ってことはないとは思いますので、まあ、おそらくね、これにつられて日本も価格は上がってくることにはなると思います。で、高騰したタイミングがかなり直近ってこともあって、今後近いうちでこの価格で買えるタイミングってほぼもうなくなるんじゃないかなというふうに思ってますので、欲しい方に関しては本当にお早めに購入しておいた方がいいと思いますね。よって基準としては500円以下であれば買い、1000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第3位ですね。今週の第3位はこちらになります。はい、今週の第3位はムクエの回帰になります。こちらは以前にもご紹介したカードではありますが、こちらね、レガシーヴィンテージにおいて、ウルザの物語を採用したアーティファクトデッキおよびエイトキャスト等の超速アーティファクトデッキが流星したことによってサイドボード需要がね、かなり増加していたんですけども、こちら再録禁止カードということで、まあ、さらにね、需要が高まれば一気に高騰する可能性はあるんじゃないかというふうに以前にはお伝えしてたんですけども、なんと今価格がめちゃくちゃ上がってきておりまして、最安値2800円というふうになっておりますが、こちらラグっておりまして、最安値で4000円と、かなり高い水準まで上がってきてるんですよね。で、この背景としては、依然としてね、ファクト系デッキの支配率が高いことに加えて、ネオ神川で新たにカッパが加わったことにより、エイトキャストの支配率が上がってること、そしてこのカッパが、レガシーのね、ファクト系対策カードとして一番使用されていた、妖遊じゃ届かなくなってしまったというところも、こちらの需要を押し上げる要因になってるんじゃないかなというふうに思います。で、こちらの判断なんですけども、まあ、この価格であれば、剣、もしくは売りがいいのかなと、いうふうに思ってまして、で理由なんですけども、まずね、海外の価格を見ていただくと、現状海外の価格が 20.68 ドルということで、日本円にすると約2300円程度ということで、日本とは結構な価格差になってるんですよね。まあ、なので再録禁止カードとはいえ、ちょっと買うにはきつい価格差かなというふうには思っていて、で現在はね、やっぱりメタの影響によって需要がかなり高まってるというところで、まあ、季節物というね、一面も大きくあるので、で結構今後も価格の推移に関しては不安定な部類に入るとは思います。まあ、なので取り立てて必要ではないという方に関しては一旦は剣、もしくは手放してしまってもいいんじゃないかなというふうに思います。よって基準としては3000円以下であれば買い、4000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第2位ですね。今週の第2位はこちらになります。はい、今週の第2位は黄金化のドラゴンになります。こちらもなんだかんで久々の登場ですかね。
こちら去年のスタンダード環境を席巻したカードですが、今年に入りね、アールンドの典型、ゼロ助産が禁止になったことによって、実質イゼットターンが解体され、黄金庫が今後どうなるのかというところが結構注目ポイントではあったと思うんですけども、実際その影響をもろともしておらず、まあ、やはりね、シナジーというより単体性能が非常に強力なカードなので、現スタンダード環境でも猛威を振るっているような状況となります。で、現状のね、代表的なデッキとしては、イゼット系コントロールやグルールアグロ、そして改定後の新たなアーキタイプであるトレジャーギャンビットなんかにも採用されてますね。で、その結果、現在の採用率 24% で、スタンダードで最も採用されているクリーチャー、堂々の第1位となっており、改定の影響は微塵も感じられないような状況となってるんですよね。まあ、ということで、こちらね、実は4月1日に発売予定のチャレンジャーデッキに再録が決定しているということで、じわじわと価格を下げていたんですが、ここに来て価格を持ち直してるんですよね。で、その結果、現在の価格が4000円ということで、一時は2500円程度まで下がったことを考えると、凄まじい持ち直し方を見せてるんですよね。で、こちらに関しては、今は売りがいいと思いますね。で、理由としては、まず海外の価格を見ていただくと、現状海外が 31.99 ドルということで、日本円にすると大体2650円ぐらいかなというふうに思いますので、まあ、日本と海外の格差はほぼない状況と言っていいと思います。まあ、ですが、やはりね、今後チャレンジャーデッキによって供給量が増えるということが確定しておりますので、下落リスクはかなり高い状態になってますね。で、これがもう販売し終わった後とかだったら、まあ、正直買いでもいいんじゃないかなというふうに思ってたんですよね。まあ、というのも、個人的にはまだ需要は伸びていくと思っていて、で、理由としては、まだね、注目度が上がり始めたばかりだというところと、新環境になり約1ヶ月程度が経とうとしている中で現在採用率1位ということを考えると、まだ上がり始めの段階なんじゃないかなというふうに思ってたりするんですよね。まあ、なので攻め気な方に関してはあと1週間ぐらい様子を見てから売るっていうのもありなんじゃないかなというふうには思うんですけども、まあ、やっぱりね、まあ、どこまで行っても主な需要がスタンとパイオニアというところを考えると、まあ、長期的なスパンで高騰していくっていうのはなかなか期待しづらいカードにはなるので、基本的には早い段階で手放しておいた方がいいんじゃないかなというのが僕の見解になります。よって基準としては3000円以下であれば買い、3500円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第1位ですね。今週の第1位はこちらになります。はい、今週の第1位はオパールのモックスになります。こちらもかなり久々の登場なので、改めてね、効果を紹介しておくと、ゼロマナの伝説のアーティファクトで、金属術を持っていて、タップすることで好きな色一色を加えるよと。で、この能力はあなたが3つ以上のアーティファクトをコントロールしている場合にのみ起動できるよと。いうことで、条件はあるものの、ゼロマナから1マナを生み出すことができるというね、非常に強力なアーティファクトなんですが、今こちらの注目度がかなり上がり始めてるんですよね。で、理由としては、レガシーでのファクト系デッキの試合率の増加が要因かと思われます。で、こちらもね、代表的なデッキを紹介すると、もともとね、ウルザの物語の登場によって試合率を上げており、今回の神側でカッパを手に入れたことによってさらに強化されたエイトキャスト、そして、サルベージャーコンボにもカッパが採用され始めており、ファクト系デッキの流星が著しい状況になってるんですよね。よってね、その下地となる、オパモの需要が上がり、高騰しているような状況となります。で、その結果、現在の価格がなんと7480円ということで、じわじわとかなり高い水準まで来てますよね。で、こちらに関しては、ちょっと迷うところではあるんですけども、まあ、売りでいいんじゃないかなというふうに思っていて、で、理由としては、まず海外の価格を見ていただくと、現状 57.9 ドルということで、日本円にすると約6500円程度なので、日本とは1000円近い価格差がついているような状況なんですよね。で、これはおそらくね、日本と海外でのレガシー需要の差だとは思うんですけども、まあ、個人的にはね、本来もっと差がついててもおかしくないのかなというふうには思っていて、で、なぜかというと、こちらね、まあ、レガシー需要今めちゃくちゃ上がってるんですけども、EDH 需要もね、凄まじいカードなので、レガシー需要を抜くと、まあ、本来海外の方が、まあ、高い価格になってるはずなんですよね。で、そう考えると、今の日本の価格っていうのはかなり高い水準と言えるんじゃないかなというふうに思います。で、そして、EDH 需要も高い汎用カードという特性も考えると、直近ではダブルマスターズで再録されておりますが、今後も再録される可能性は高いというところで、まあ、総合的に考えると売りの選択肢がいいんじゃないかなというふうに思います。よって基準としては、6000円以下であれば買い、7000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今週の注目カードランキングは以上となりますが、いかがだったでしょうか。
今週はね、幅広いフォーマットで環境の変化により需要が高まっているカードを中心にご紹介させていただきました。というわけで、神川ね、発売して2週間が過ぎたわけなんですけども、まあ、肌感としてやっぱりね、神川のカードはかなりカードバーが高いセットだったんじゃないかなというふうに感じてますね。まあ、最近のね、他のセットって、まあ、新カードの影響による相場の変化って大体この辺で落ち着いてくる印象なんですよね。まあ、なので今もなおね、相場に影響を与えている現状を見ると、まあ、改めて強力なセットだったんだなという実感が強くなってますね。で、そしてね、先週に言っていた、テーブルトップでの競技需要が、まあ、日本と海外で大きくなりつつあるんじゃないかという仮説に関しては、まあ、今週もその節をね、感じさせるカードありますし、まあ、先週にご紹介したカードも今見てもやっぱり動きが弱いので、まあ、この仮説は当たってるかもしれないですね。で、ただね、コメントで教えていただきましたが、モダンに関してはね、今海外でもかなり盛り上がってるようなので、まあ、全部が全部っていうわけではないんですけども、少しね、今後の相場を見ていく上で、まあ、国の特徴と言えるところになってきてるんじゃないかなというふうに思います。はい。でね、ちょっとご報告になるんですけども、来週ね、ちょっとどうしても外せない用事があるので、楽しみにしてくださってる方には申し訳ありませんが、来週の注目カードランキングをお休みさせていただきますので、また再来週に楽しみにしていただければと思います。はい。というわけでこの動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。